今回は、原神で一番シコリティ高いキャラ誰？について真面目に話し合う変態紳士旅人たちの反応集を見ていきましょう。ふーちゃん凹凸がなさすぎるピエン。ふっと。左はグロ画像、右はエチチハート。アジア人と西洋人の体の差がよく表現できてるな。リアルな体型なのがシコイピュピュ。フータオって実は男の子なんじゃ。エウルアのケツどうなってんだプンプン。エウルアのケツでかすぎだろ。長身女モデルで共通のはずなんだが服装のせいでエウルアとロサリアはでかく見えるピエン。封筒手はマッチ棒だぞ、お前ら何が見えてんだ。太ももが盛られる分には大歓迎だ。エウルアってなんで露出全然ないのに許されてるのか理解ができんピエン。谷間、ありません。パンツ、ありませんピエン。尻の谷間がエッチだから。フータオのくるみを揉んで大きくしないと。エウルアのケツでかすぎハート。原神で一番シコリティ高いキャラ誰？あやかちゃんハート。ふーちゃん。グレイカサユ。プニアナキョンシーちゃんハート。腹で一番可愛い。まな板だけど乳首は大きそう。グリップでバチンしたい。サユ。エロ羊。カンウカ神格。ジンやライデン。リサやシャンリンのケツもエチー。いかがでしたか？このチャンネルでは原神の反応集を中心に毎日朝7時半と夕方5時半プラス土日は午後12時に投稿予定ですので、よかったら高評価やコメントしてくれるトープ主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。